ここ。いや、なんじゃここだよ、本当に。銀世界じゃねえか、これじゃ。ね。数年ぶりにこんな景色見ましたか。俺、何十年ぶりや、こんなの見たの。なんだこれ。未だにこういう景色ってあるんやな。すっかり都会に染まったものの発言である。これ絶対やばいわ。これ無理だわ。絶対無理。これ無理っていう自信がある。滑っとるもん。あかん、あかん。あかん、遭難するわ。車この辺止めれる？今軽く通り過ぎたんだけど、目的地。そう。はい。この看板かな？うーん、違う、これだな。この西の水道というね。これですね、市跡。ここ、ここ。ゴミ何も始めないだし。バカ野郎、なんで俺だけなんか靴履かんなのだよ。中水があって普通に水路になってる。今はもう使われてないらしいんですけどね、一応まだ水は残ってるっぽいらしいので、まあ長靴だとライトはいるよぐらいな場所だっていうのは下調べで。何お前全然厚みが違うんだけど俺とお前の。うん、だからあれだ、今年入ってからダイエットしようと思ってたけど、うわすげえ深いじゃん今。めっちゃ深かった。危ない、同じことしてたら俺だってもうアウトでしょ。何だこれ。だってもうなんなら靴の一歩の時点でもう靴より高いもん。すごいな、やば。よくないよくない。あ、降りるのになんか道具がいいなこれ。よいしょ。ちなみにこれ一応見えませんね。スパイクタイヤなんですよこれ。ほう、鉄がついてるんですよ。見えない見えない。これどっから行くの。そっちから行った方があれかな。あ、階段がある。雪で見えません。金額安全のためにヘルメット、長靴、懐中電灯等。ヘルメットはないけど。まあそう、ヘルメットも必要って言ったけど、あなたヘルメットってある？ちなみに。いや、ない。お前この時点でもう無理だよ。あらまあ。じゃあカメラ持って。うん、お前無理だわ。この時点で。そうね、びっちゃびちゃだね。見てください、このだたっぴろー田舎。すごい雪がね、20センチ？そうね、20ぐらいあるね。で、お水はくるぶしまで入ってます。で、ゴムなのにとてつもなく冷たい。さあ皆さん、ご一緒に、ね、これ何やった？西の水道っていう水道の道、水道道なんちゃって。では皆さん、突き進んでみましょう。わ、怖っ、マジ怖っ。これ見てくださいよ、これ、ね、頭クラッとしてくる。さあ、では入ります。ここが平野水道道。むい、この辺はおめえ長靴いらんぞ。本当か、惜しいな。
さあ皆さん、ここがね、ちょっとね、こんだけさっぱりした寒さだったら、幽霊っていうのはまあ、いないに等しいかな。でもこれが、本当に、なんだろう。これ。では前進んでみましょう。中は比較的、外よりかは暖かいです。思ったよりか、暖かいな。お水は大体そうですね、靴の、ちょっと、あれかな。長靴がないとは無理っていうのも確かにわかるような気がします。まあ、いわば小尿道に入ってるような気分。なんかね、白い粉がね、いっぱいついてるんですよ。向こうに水の流れる音。でも、水はね、めっちゃ綺麗。僕の大好きな水の色。すごい、あったかい。なんかめちゃくちゃあったかい。なんか奥に入るほど、外の寒さとの差があるっていうか、うわっ。水の流れを良くするために掘り穴をした後、こうより3枚まだいけるんだね。おー、すげえ。うわっ、あー、すげえな。長靴がねえと入れんわ。高さはですね、僕が175センチあるから、そうですね、180センチの人で割っても立って歩けれますね。うわ、すげえ、きれい。うわ、きれい。うわ、すごい。こんなの無理が見えないなんて、かわいそう。なんかキラキラ光るのは何なんだろうね。でもめっちゃきれい。うわ、こんなとこは来てもよかったって感じ。下は本当にね、岩でね、一枚岩っていう感じなのよ。すごい感動。いや、皆さんも本当に来てみてください。すごくいいです。うわ、狭っ。こっからね、狭くなります。約ね、1メーターから、本当に1メーター20かそこらから1メーターぐらいの狭さになっていきますね。天井になってます。天井が高い。うわ、綺麗。天井が高いよ。最も高いよ。こんなとこ無理に来れないなんて、超かわいそう。うわ、すごい、感動する。僕、今まで心霊体験で、もう心霊じゃなく、感動で。うわ、こういうのマジ。うわ、すごい。低いし、今175センチの僕は首を曲げて立って出る状態ですね。160センチぐらいかな。なんかいい感じ。わ、すごい。どうやって出るんだろう、これ。なんか川口探偵だ、見て。うわー、なんか冒険してるって感じがしますね。
うわぁ、これはちょっと本当かわいそう。来れないっていうのが本当にかわいそう。ただ皆さん気をつけてください。腰痛の人にはきついかもしれませんね。うわぁ、すごい。うわ、すごい。これが本当に人間の手で掘られたっていうのは、なんか不思議ですね。人間ってすごいですよ、本当に。すごい。ここを心霊スポットっていうのは僕的にはありえませんね。こういうところにもゴミを捨てる人はいるんですね、日本人って。悲しい。もうね、ずっと腰をね、調べてるから、映像が綺麗に映っとればこれがないんですけど、いやー、これは本当に素晴らしい。それはなんかね、ここが一番大きな断層、断層だって。助走じゃないですよ、断層ですよ。うわー、なんかそそる。なんか秘密基地みたい。うわー、なんか、なんて言うんだろう、心霊探偵っていうよりも水道の真ん中らしいですよ。うわー、すげえ。あ、コウモリがいる。コウモリさん、すいませんね、コウモリさん、ちょっとお邪魔しますでね。奥に入れば入るとカビが臭い。カビ臭いね。どこまで行くんだこれ。ブラジルまで行くんじゃねえのか。いやー、でもこれが本当に人間の力で作られたっていうのは。あ、高くなりました。あー、腰痛。うわー、でもすごい、俺感動してる。今まで止めるって言ったらもう心霊って言うけど、ごめんなさい、あの視聴者さんの皆さん、心霊を忘れてなんか感動してます。はい。若干、まあ、手を加えられてますね。頭ぶつけないようになのか、パタパタ落ちてくるせいか。うわ、もっと低くなりますね、ここは。本当に、狭い。僕、太ってるから、肩を止めながら、行かないと、歩けません。どこまで行くんだ。うわ、すっげー感動。見てくださいよ、これ。本当に感動しませんか、皆さん。これが昔の人は手で作って水を取るためにやるんですけど、だんだん飽きてきたのか、狭くなっていってます。ちっちゃくなっていってます。こっからめんどくさくなっていったんだろうかな。もう、死んでそっちのけです。ただただ、感動ですね。すごい。むいくんかわいそう。
こんな感動なトンネルが見れないっていうのがね、僕にとってはせっかく来た意味はないですね。うん、あったかいです。もう汗が出てくるぐらいあったかいです。温度でいくと外気温、外の温度よりかはどうだろう、大げさに言って10度とも言わないんですけど、10度近いぐらいあったかいです。ただ本当に最後の300メーターぐらいがめちゃくちゃ低くて狭い。わあ、感動です。僕本当に今まで心霊スポットばっか行ってたけど、ここも心霊だって教えられてメイクに来たけど、こんなに感動したことはないですね。素晴らしい。これはね、もう本当にずっと置いていくべきなトンネルですね。うん、こういうものは本当に汚さないように、汚さないようにして皆さんしてほしいです。本当にこういう素晴らしいトンネル、水道を掘ってやるっていう、このちゃんと計算されたように、ちゃんと斜めで急に斜面が強くなったり、水が溜まるように深いとこもあって浅いとこもあるという作り方が素晴らしい。本当感動です。こういうとこに火を置いたんでしょうね。ちょっと焦げたものがあって素晴らしい。あ、やっと出口です。ここどこ？琵琶湖に出ました。また帰ろう。じゃあまた入って帰ります。なんか変おかしい人に見られてます。じゃあもう一回戻ります。